みんなこんにちは、ハリーです。ボディラッシュ倒し願い OK なんですけれども、トイトビッグクチャいか終わります。皆さんさすがだこ、今回もですね、マウンジャース大好きにみんなとしてワクワク妄想意見のトピックを紹介していきますよ。早速やっていきましょう。見ていきましょう。イカが終わる時、よいしょ。さあ、ということで今回見ていきますのは、ニカが終わるタイミングを見ていきたいと思います。ハリーよ、ちょっと待ってくれ。お前ヒット&ローの動画でも言ってた、ネガティブキャンペーンが最近多くないか。そうなんです、そうなんです。だってネガティブキャンペーンが多くなるイコール新時代を迎えるということなんですから。過去にもいろんな超名声キャラクターがいました。マム、カイド、ゾロ、その前ならシャック、その前ならユメルフィ、赤犬、オデン、ロジャー、どの時代の超名声キャラクターもこれを超える性能は出てこないと思われていた。だがしかし、どうですか、新キャラクターニカとキッド&ローが登場して、あーもうこれ以上絶対出てこないわ。みんなそう思ってますよね。僕も思ってます。でも環境は変わるんです、新環境は絶対に来る。まあこんな感じでちょっとふざけて伝えてみましたが、結構リアルなこと言うとね、まあ挑戦キャラクターは必ず変わるんですよ。キッド&ローが終わるとき、そっちの動画を見てみてください。今回はそのニカバージョンとなっております。どんなキャラクターが登場すれば終わってしまうのか、そこまでね具体的に見ていきたいと思います。早速やっていこう。さ、あくまで予想にはなってくるんですが、まあ大体ねこれまでの傾向的にはかなり当たってきております。まあニカどうですか、みんな使ってみて。まあ、個人的にはニカめちゃくちゃいいディフェンダーだなと思ってます。はい、過去一安定してるディフェンダーじゃないかな。まあマムもねめちゃくちゃ良かったんですが、マムが登場した時に言った通りですね、やっぱマムは半年で終わるよっていうことをねしっかりと言っていたので、まあキッド&ローが登場してね、マムの一強時代っていうのも終わりました。まあそれを元に考えてみますと、ディフェンダーで一緒であるニカもやっぱりね終わる時が来るんじゃないかなと思います。各役職ごとにね終わるタイミングっていうのはちょっと違うんだよね。そこだけちょっと先にねまとめておきたいんですが、アタッカーの場合どんな時終わるかって言いますと、敵を KO できなくなると終わるよね。まあ、敵を KO して戦況を一旦平和に戻しまして、自分たちのペースに持っていく、旗ダッシュをする、ゲッターの後ろにつく、ディフェンダーの後ろでカバーする、そんな役割ができているのがアタッカーである効果力キャラクターのおかげなんですね。じゃあそのアタッカーが終わる時はいつかと言いますと、やっぱ敵が倒しにくくなった時なんじゃないでしょうか。シャンクスがねやっぱり強かったんだけど、去年のこの時代はね、キッド&ローとちょっと違うのが、ワンパンした後旗ダッシュできないっていうのがちょっとシャンクスのアタッカー性能、まあそこまでだよねっていうところだと思います。特にカイドウとかに関してはワンパンできたりとかもするんですけど、あの人だってね覇気状態解除を持ってるし、状態異常で回復不能状態を持ってたりとか、ワンパン耐久性能とかあったりっていうことで、シャンクスのお得意のワンパンっていうのがねできなくなっちゃってるよね。そしてゾロが登場したことによって、もうシャンクスはもうめった打ちにされております。まさかの通常攻撃で覇気状態解除されるっていうね、かなりきついよね。シャンクスで不遇キャラ絶対出てきてほしくないキャラクターだよな。そんな感じでアタッカー活躍できなくなるよね。そしてゲッターはどうかなって言うんですけど、ゲッターに関しては旗ダッシュできなくなるとき可能性、終わる可能性が高いです、非常にね。まあ、ただゲッターに関してはそこだけなんだよね。ワンパンされたって別にいいんだよ、旗ダッシュできればいいんだから。だから旗ダッシュしてるときにさ、1で耐え続けるおでんの能力っていうのは結局長く続いたでしょ。でも最近おでんを見なくなったなっていう理由としては、やっぱりね機動力っていう問題もあったりとか、カイドウよりもね裏取り性能は長けてないですよね。そして旗ダッシュしてるとき1で耐え続けるって能力なんて、もう外から攻撃できる結構遠距離のキャラクター増えてきちゃってますから、キッド&ローですらねおでん見れるってことなんで、まあ、かなりね見られちゃってるキャラクターになってるよね。なので旗足はしにくくなった、おでんよりやっぱキドロだよねって話になってます。特にキッド&ローに関してはさ、言うなら敵がいても無視して旗足できる能力なんだよ。もうこんなのさ、おでんよりも汎用性が高いわけですから、もうずっと使われる能力ってことで、キッド&ローはかなり廃れにくい性能となってますね。さあそんな注目のディフェンダーなんですが、みんなどういう時にディフェンダー終わると思う？これがね今回の話を疑問になってきます。まあ、簡単にまとめちゃいますと、旗を守りきれなかった時でございます。みんなさ、旗守りきれなかった時ってちょっとアバウトすぎだよハリーって思うんじゃないかな。あのねめちゃくちゃ多いんだよ要素が。自分がワンパンされてはダメです、特にゲッターにはってことでございます。絶対ワンパンされんな、ディフェンダーは。ワンパンされたら終わりだから、最後の肝なんですから、あなたが。お前ら行けーって言って、突っ込めーとかって言って、後ろ振り返ったらボコボコされてるとかね。絶対ダメだからね。あ、やられてるディフェンダーが、みたいな。
もうその時点でああゲーム終わったなってなっちゃうんだけど、でも今なんてそれがさ可能になっちゃうわけじゃん。防御力無視の性能を与えてさ、ちょっとでもミスったらキッタンドローンワンパン、しかもゲッターにワンパン、終わりですよこんなのね。ワンパンサイトは特にダメですよという、特にねゲッターに関してはダメですよってことでございますよ。そして2つ目が旗ダッシュをしてくる敵を阻止しないといけません。これがディフェンダーの役割といっても過言ではないでしょう。みんなディフェンダーのところに来るイコールディフェンダーを倒しに来るか、いいな違う、旗ダッシュをしに来てるんだ。つまり旗ダッシュをしに来るキャラクターってことはそのキャラクターを阻止しないといけない、ぶっ飛ばしたりとかしてかわさないといけない。でも最近だったらどう、クイーンなんていうキャラクター登場しちゃったよね。旗ダッシュしてる時は吹っ飛ばされませんとかさ、で透明化状態上の時はヒットアンドローみたいな感じで敵を無視して旗ダッシュできますとかね。フランキーなんてどうよ、旗が 50% 以上だとめちゃくちゃ旗ダッシュするの早くなるよね。こんな感じでありとあらゆる手を使ってリカに対抗しようとしてきてるわけなんです、環境キャラクターたちは。それを持ったらもっと重要なのがあるよね、状態異常が入らないといけません。フランキーとかクイーンとかを止めるためには状態異常が入らないといけません。キッタンドローに関してはローに関しては吹っ飛ばせばいいけど、キッドに関しては状態異常入れないと話しません、まあ、幸いクイーンとかと違って吹っ飛ばしは入るんだけどね。そんな感じで旗を何としてでも外さないといけない、状態異常も入れないといけない、吹っ飛ばしも入れないといけない、もう条件が多すぎるよね。まだあります、移動中にやられることが多いです。ディフェンダーは足が遅いですから、ディフェンダーの特徴として。通常攻撃移動ができるゼファーみたいな感じでさ移動できたらいいよ。でもディフェンダーって基本足遅いかんね、通常攻撃移動にできるディフェンダーって本当にいないから。考えてみたらディフェンダーが終わる時っていうのが圧倒的にアタッカーとゲッターを比べてみてもめちゃくちゃ多いことが分かっていただけると思います。マムに関してもね、実際に終わる時っていうのが動画投稿してますけど、そこでも話しました通り自分のところに来て、ね、無理やり旗が抜かれたらもう終わるよねって話もしております。そんな感じでね、決定的な終わる時っていうタイミングが多すぎるディフェンダー、特にニカに関してかなり多いんじゃないかなと思うよね。どうかな、ここはまとめてみたんですけど、役職だけ見てみてもディフェンダーがかなり不遇なのが見て取れると思います。これに加えてね、ニカに関してはまだあるんだよ、ワンパン耐久性能ないしね、吹っ飛ばしができないときついし、旗ゲージ 80% 以下だとよろけますし、攻撃入っちゃうからね、よろけちゃうイコール吹っ飛ばされちゃうから戦いにされると、でさらに何パーセント以上攻撃を食らうと体力が何パーセント回復するみたいなね攻撃を持たれちゃいますと、ワンパンもできなければ吹っ飛ばせない、さらには通常攻撃を入れてもダメージが入んないということで、ニカかなりきついんじゃないでしょうか。そして防御力無視性能攻撃を受けると攻撃が入んないのできついです。通常攻撃を与えても回復されてしまえばダメージを与えられないので旗を守りきることはできませんということで、ニカの弱点がかなり多すぎるよという問題でございました。さあ、ここまでまとめてみたんですが、ニカの弱点が多すぎます、圧倒的にギドロよりも多いよねということで、具体的にいつニカが終わるのかっていうことに関してなんですが、もう個人的には5周年でもう終わってもおかしくないと思ってるよ。まあ、ただニカに関しては他のディフェンダーよりもね意外と完成されたディフェンダーではあるんで、マムと同じくらいね長生きするディフェンダーになるんじゃないかなと思うんですが、トップ層として今登場してるわけだから、次はねニカを対抗するキャラクターが出てきてもおかしくないんだよねこれね。じゃあどんな能力をね持ったキャラクターが具体的に来るとニカ終わっちゃうのかってこともね次見ていこうぜ。早速やっていこう。ニカが終わる方法、それはですね、旗がいへ出せば終わる、これじゃないかなと思います。どういうことかと言いますと、ニカの決定的に弱い点は吹っ飛ばしができないとか状態異常が入らないとか旗ダッシュされ続けるとかそういうことじゃないんです。旗外へ出てしまえばよろけちゃうっていうことなんですよ。はい、こちゃんニカの性能でございます。かわいいね、ニックニックニーってことなんですが、特性見てみますと、お得意なユートキュー ダメージ受けるダメージ減少とか火ダメージ減少たくさん持ってますね。ただこの方ですね、お宝エリア内でお宝ゲージ 80% 以上の時よろけず吹っ飛ばされないっていう能力を持ってるので、 80% 以下になっちゃうと基本的によろけちゃうし吹っ飛ばされちゃう、イコール旗から出されちゃうから旗ダッシュされて逆転されやすくなる、そういうことになってくるんだよね。しかもニカに関してはスキルが出るまでの間がかなり遅い、ゴムゴムの雷に関してはかなりジャスト回避がしやすい、そしてギガントに関しても注意して見ておけば最近はねかなり回避しやすくなってきたんじゃないかなと思います。となってくるともうねスキルが見えてしまってる以上、旗から出されてさらに旗ゲージ
80% 以下になっちゃったらもう対抗されちゃうんだよね。だから登場したんです、このフランキー。フランキーに関しては肩ゲージを 80% 以下にする速さがかなり速いし、それをした後にね攻撃をしてくれ、ジャスト回避をしやすい攻撃をしてきた場合、ジャスト回避吹っ飛ばすことができて、かつ割合ダメージを与えることができるので、2価に関してはかなり入ってるよね。割合ダメージも2価は入っちゃいます。そう考えてみたらどう？みんな2価なんてさ、旗が出してしまったらかなり弱くなると思わない？そして2価に関してはこういうクイーンに備わってるブースト性能 97% 以上だとよろけなくなるっていう能力とか、もう佐々木でしたついてる能力、これよろけないっていう能力に関して2価ついておりません。だから大陸依存によるよろけ無効っていうのがないことによって、青街道みたいなセミ化を彷彿とさせるような能力性能になってしまってるんですね。なので旗がえ出す能力、これさえ備わってしまえば2価もワンパンできるんじゃないかなと思ってます。さあどうやって旗がえ出すか、これが問題なんですが、もう一択でしょ。そう、黒ひげのクローズなんじゃないですか。この人ね、クローズによって一気に敵をね引っ張ってくることができます。遠距離から、遠距離から引っ張ってきて手元でダメージを与えることができます。これさ全部噛み合ってるよね。2価に関してはさ 97% 以上だとよろけ無効にとかっていうのがないので、基本的によろけちゃいます。だからクローズを与えた時点によろけてるのでワンパン入るって話になってくるし、今度ね黒ひげが登場するって濃厚になってる今、もしかしたら通常攻撃の2発目でクローズを打つことができたりとかするかもしれないよね。しかも2価に関してはこの人体力が 50% 以上の時状態異常無効性能っていうのが入ってるので、逆に言えば 50% 以下だったら入っちゃうって話になってくんだよね。意外とちょこちょこ遠距離からダメージを与えていって、体力が 50% 以下になった時にね、通常攻撃でクローズをして旗がいえ、そのまま通常の3段目で振動状態を与えるとかっていう能力がもしこの黒ひげに備わっていたとするなら、もう黒ひげ一体でこれ2価対抗できるんじゃないかなと思ってます。まあ別に黒ひげじゃなくてもいいんだよね、緑牛とかも別にいいんですけど、まあ大事なことは何かっていうと、旗が出してしまえばいいっていうことなので、ここだけね注意して見てもらえば、もしかしたら2価艦隊対抗できるかもしれません。いやーこれ激アツじゃないか。もうなんだったらもっと被害受けるやつがいるんだけどね。青街道サンドバッグ街道、青街道だってもういい迷惑だよ、そんなキャラクター出てきちゃったら。この人も同じようにね、お高いゲージ 80% 以上だと状態異常が無効で吹っ飛ばされずダウンになって、スキル1の時はよろけないっていう能力を持ってるんですが、もうねさっきのクローズみたいな感じでねガーッと引っ張ってきちゃってボーンなんてダメージ与えてしまったら、もう街道一撃ですよ。はい、しかも2価とかとは違ってね、状態異常がかなり入っちゃうんできついんじゃないでしょうか。さあそんな感じでですね、2価の対抗性能っていうのはかなり簡単だなっていう風は思えていただいたと思います。さあそんな強いキャラクターいつ登場するのか話になってくるんですが、おそらく5周年または 5.5 周年で登場することは濃厚じゃないでしょうか。もうね早く登場する可能性が高いよね。現状環境を見てみても状態異常入るキャラクターが多いで、さらには能力者が多いということから、能力者キラー状態異常付与できる黒ひげ登場する可能性あるんじゃないでしょうか。さらにはですね、海賊たちが多い、能力者が多いということで、海軍でなおかつ回廊石とかを使うキャラクターが登場してもおかしくないんじゃないかなと思います。しかも緑牛とかに関してはね、ニカをとっ捕まえるために山の国に来てるわけですから、2回強くてもおかしくないよね。さあそんな新キャラクターたちがどんな能力で登場するんでしょうか。今後はですね、黒ひげ緑牛どんな能力で登場したら面白いかというのを見ていきますので、ぜひ一緒にワクワクしていこうぜ。さあ見ていただきました、どうでしたでしょうか。2回が終わるときどんなときにヤバいのかっていうのを見ていきました。ちなみにですね、2回が復刻するとしたら5周年の前に復刻することは濃厚です。過去のね超無線キャラクターたちも天5周年周年超無線キャラクターが登場する前にね復刻したいとかっていうことがありました。マムが復刻したのもキッドアンドローが新登場する直前だったしね。ただ天5周年の中でシャンクスみたいな感じでね、記念キャラクターで超強いアタッカーキャラクターっていうのが登場したんですが、去年はマムが登場する前にね復刻しませんでした。そんな感じで2回とキッドアンドローどっち近いキャラクターはもしかしたら5周年の前に復刻しないかもしれないよね。特にキッタンドローみたいなすっげー需要のあるキャラクターに関しては復刻しないのかもなーとも思ってるので、2価の方がワンチャンね復刻する可能性があるんじゃないかなと思います。まあ復刻した時に引いた方がいいのかって話になってくるんですけど、2価確定数が3840個となってますので、もしかしたらね次復刻する時も確定数1回目ですから変わんないんじゃないかなと思います。3840個、まあちょっと下がって3800個、こんぐらいなんじゃないかなと思ってます。キッタンドローに関しては確定数が3200個ですから、こちらもねゲッターとして長生きするキャラクターになってくると思うので、3200個これも変わらず確定数になってくるんじゃないかなと思っております。まあ過去の傾向から見てみてもね、1回目2回目の復刻に関しては確定数がほとんど変わんないっていうキャラクターが多いので、2価とキッタンドローに関しても確定数は変わんないんじゃないでしょうか。さあみんなですね、復刻したら引くべきなのか、これもね
ワクワクして楽しみにして待っておきましょう。まあ、個人的にはおすすめはしないかなと思います。その時に出たね、挑戦キャラクターとかヒットアンドローみたいなね、ゲッターキャラクターのことをおすすめしますよ。さあ見ていただきました、次のところでお会いしましょう。ではまた。